ABC ファイナルスポーツ。この時間は関西大学体育会カイザーズの最新ニュースをお伝えします。まずは6月1日2日のカイザーズの活躍をお届けします。6月に入り日々気温も高まる中、今週も関大体育会が躍動しました。まずはホッケー男子から。1日立命館 OIC フィールドにて2024年度関西学生春季リーグ10位決定戦1日目が行われました。勝てば王座出場が決まる大一番。リーグ戦を1勝2敗で B プール3位の関大は A プール4位の江南大学と対戦しました。試合は第2クォーター、ペナルティーコーナーを与えるとそれを起点に失点、先制点を奪われます。しかしこの試合にかける思いは強かったと森友吉主将が話したように驚異の反撃を展開。第4クォーター開始5分でフルバック罠日向が同点ゴールを決めると、終了間際には再び和田がゴールにねじ込み逆転に成功します。スコア変わらぬまま関大が白星を挙げ王座出場を決めました。同大会は6月27日から30日にかけて岐阜県川崎重工ホッケースタジアムにて行われます。続いてサッカーです。5月29日 J グリーン堺にて第102回関西学生リーグ前期第7節が行われました。天皇杯1回戦から中2日とタイトなスケジュールの中、阪南大学と対戦します。互いに譲らぬまま一進一退の攻防が続く中、試合を決めたのは関大のフォワード浅田ハウルでした。後半14分ミッドフィルダー川島康介からのスルーパスを受けると左足で振り抜き決勝点、貴重な勝ち点3をもたらします。さらにその3日後には第8節大阪学院大学戦が三木総合防災公園第二陸上競技場にて行われました。前半1点のリードを許して後半を迎えたものの、ミッドフィルダー和田健志郎のゴールで追いつくと、後半ロスタイムにはミッドフィルダー真田蓮司が押し込み、これが決勝点、勝ち点を20まで伸ばし首位の座をキープしました。続いては相撲です。堺市大浜公園相撲場にて西日本学生選手権大会が行われました。関大を含む一部6校と2部で優勝を果たした龍谷大学の計7校で争った今大会、関大は1戦目の九州情報大学戦では敗れたものの、続く龍谷大学戦では5人全員が白星を持ち帰るなど見せ場を作ります。強豪近畿大学や朝日大学との試合では惜しくも一歩届かなかったものの、最終愛知学院大学戦では4人が勝利を挙げ意地を見せました。2勝4敗で今大会を終えた関大は一部4位の成績で幕を閉じました。最後に告知です。6月8日から6月16日にかけて第47回総合カンカン戦本戦が千里山の地で行われます。通算成績は関大の19勝23敗ですが、直近の大会ではカイザーズが2連覇を遂げるなど躍進が光っています。今大会もここまで8勝5敗1分けとリードする好調ぶり、3連覇をかけて一致団結する姿に注目が集まります。8日は11時より開会式が千里山キャンパス東体育館にて行われ、同会場では野球部のほかバレーボール男女、レスリングなどの試合が行われます。ぜひ会場に足を運んで一緒にカイザーズを応援しましょう。 GO カイザーズ。